二刀流ポケモンバトル道場。皆さん、こんにちは、こんばんは、ゴーです。ザキ、最初のバトル道場来たー。バトル道場来たー。興奮冷めやらぬまま。ままですね。うん、まあ、生配信5です。5です。皆さん、こんにちは、こんばんは、ゴーです。怪盗ザキ改め。改め？怪盗 P です。怪盗 P。怪盗ピカチュウ。あ、ピカチュウ。ちょっとまだブレてますけど。ポケモン交換会っていうのを、8月の24日に、コーマと、うん、ザキトでやりましたけども、やりました、その生配信後に今これを撮っております。で、なんで今これをやってるかっていうのはちょっとコマの方から説明をお願いします。はい、皆さんから本当に愛のある、うん、なんかたくさんのポケモンをいただきました。で、それをぜひ使ってポケモンバトルをしたい、みんなと交換したポケモンでパーティーを組んじゃいました。いやー、すごい。ということで、もう本当に急遽、後ろ見てください、これ どこってくらいどこ、いつもの場所じゃない。そう、ゴーです。30匹プラスアルファ交換していただいた中で、今回パーティーに選ばれたのはこちらの6匹です。どうぞ。はい、今画面に出てると思います。ちょっとね、生放送ぜひ見てない方は見ていただきたいんですけども、こちらの新作という名前のポットです。うん、超絶珍しいポットです。で、しかも色違いをいただいてしまったわけです。おお、色違い。はい、これを軸にしていきたいなというところがありまして、まずこれを最初に決めました。はい、そっからも割とやっぱりもらった中で、わあ、これはちょっと嬉しいなってポケモン、これ月光がもうちょっと特別なというか珍しい、うん、特性が違う絆変化というポケモンだったり、これは一番最初に交換してくれたあのお相手の方のポケモンだったので、こうこれを選んだりとかっていう、またロイのホゲータっていうね、あのアニポケのロイと同姓同名のホゲータ、これはもうでも進化させずにこのままこのまま50レベルにしました。あと鉄の武神もやっぱり嬉しかったですね。これは鉄の武神ね、色違い、鉄の武神、はい、まあ、セグレイブもその元々強いっていうのもあるし、テラスタイルもしっかり育成もほぼされてましたので、これはもうこのまま使ってしまおうという感じの6匹でございます。本当に選んでないやつでパーティー組んでも強いみたいな。いや、そうなんですよ。じゃあこの6匹で早速ポケモンバトル行ってみようか。はい、もうみんなの思いをね、背負ってるわけですから、うん、負けらんないぜ。うん、じゃあいきましょうか、ポケモンバトルゴースタート。福木大武道さん、よろしくお願いいたします。ミュウがいる。ミュウがいるな。ミライドンも。ミライドンもいるな。これはすごいパーティーと当たりましたね。結局新作からいきたいですよね。でもこれは新作のハーモニカ、あ、それはね、このツアーでお世話になりました。まあ、セグレイブも出すと、はい、要は新作はちょっとなんかどっかのタイミングでバトンタッチをしたいので、セグレイブを後ろに控えさせつつ、コゲータか、コゲータではないな、悔しいけど、コゲータではないの、コゲータは出せない今んとこ。でもちょっとやっぱハッサムのバレットパンチが怖いんで、じゃあコゲータじゃない、一回ネズミかな。コゲータはまたちょっと別の機会に出てもらいましょう。じゃあ行きましょう。よっしゃ、やかすぜ。グレープ学園だからですか。ああ、そういうこと。うん、ちょっとミュウ。ミュウ。ああ、これはどうしましょう。やっていきましょうよ。すごいミニマムな戦いですね。相性はこれ抜群なんですよ。ただ神速も効かないでしょ。うん。先生はさ、かゆうちとか持ってないだろう。これはカラー破るチャンスなんで。破っていきましょう。破っていこう。行くぜ新作。電磁波。まあ、なるほど。まあ、大丈夫大丈夫。はい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 。これで殻を破るの素早さは2分の1から2倍で元に戻りますね。よし動いた、えらいぞ、いくぜ。防御が下がり、特防も下がる。しかしここで攻撃がぐんと上がり、特攻もぐんと上がり、素早さもぐんと上がりますよ。お、いくぜ。麻痺してるし、動いてくれ。おっ、この前これは流暢の前じゃないですか。さあ、相手の持ち物次第だけど、シャーボール、いけ、効果抜群、ミュウを倒せ、きたー、きたー、出ないぞー、新作、よくやったー、すごい、これはすごいっすよ、正直。もうバトンタッチ、なんならしてもいいんじゃないかって思いますね。2回麻痺したらちょっと怖いんで、相手のポケモン次第ですけどね。ドラマルドかな。お、これゴーストタイプですよ。ドラゴンアロー怖いよね。確かに、ドラゴンアローか、確かに。交代しましょう。ゴン、行くぜ、一カネズミ。ゴースト技読み、一カネズミ。あー、かわいい。きたきた、元気、来てますよ。来たね。次のドラッパルトの技、
はい、控え済みに効果無効です、はい、ここはじゃれつくをね、打ち当てちゃいましょう。じゃおさあ、ゴーストダイブ当ててくれ、来てこい。効果は無効でございます。いませんよ、さあ行くぜ、じゃれつく、あーでも、よし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 、でかい、ほらでかい。これ次はゴーストダイブはもう打ってこないからドラゴンアローですかね、多分。もうじゃれつくで行っちゃいましょう。よっしゃ、だしさっきドラゴンアロー打ってこなかったってことはもしかしてポットデスに変えても、おっ、ここでテラスタル、ここでテラスタル、なんだ、勝負を切ってきた。さあなんだなんだ、ゴーストか、おドラゴン、ドラゴン、ほう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 、ってことはドラゴンアローは多分ある、倒しに来てますね。これはかっこいい、かっこいい、なるほど、一発目、よいしょ、おっ、耐える耐えるぞ、耐えるぞこれ、いやー、誰だ、来た、さあ当てろ、じゃれつく、きたー、やったー、ナイス、よくやった、よくやった、もう嬉しい、もうみんな見てますか、今頑張ってますよ、みんなの思い胸にちゃんと当てるんだから、うまくいきすぎてるんだから、すげえ、すごいぞ、海流だなこれは。でもテラスタルはもう切ってるから、そうだね、氷タイプのセグレーブが効果抜群なんですよ。イッカネズミはもうこのままいくかな、うん、もしくはマルチスケールの可能性が高いから、うん、まあ、イッカネズミ倒れた後にポットレス出して、確かにちょっと削るかも、確かに、なんならつぶらない瞳、そう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 、あるある、ここでね、忍ばせといたこの補助技、つぶらない瞳、必ず先制で相手の、あ、それはですね、相手が先制技の場合に限るので、こちらはまあでもこれはしょうがない、まあまあまあ、いずれ進出、うんうんうん、セグレイブでいくかポットレスでいくか、ポットレス削りからのセグ、あ、難しい、本当にこれは難しいですね。でもやっぱ削っときたいな、やっぱりポットレス、うん、行こう、まだ、ね、麻痺してるけど気合の助けが生きてるから、そう、こいつは動く、神速も封じる、そうなった時に何をしてくるのか、これは多分純粋に攻撃した方がいい、そうですね、動かない可能性がちょっとあるから、シャドーボールでいきますよ、行くぜ、動いてくれ、相手も迷ってますね、神速を封じられて、うわっ、誘導前、これは結構怪しかったな、厳しい、動いてくれよ、よし動いた、偉い、結構なんじゃない、はい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 、だってこれあれですもんね、マルチスケール込みですからね、はい、降りましょう、激励、あ、まあ、押してもらえるならまだ、でもここでそうですよね、腹破るから、あ、しかも砕ける鎧でスライスもあるから、これ上取れますよ、上取れる、上取れますね、おぉ、これ新作が決めちゃう可能性が今皆さん出てきてますよ、新作のシャドーボール、腹破って砕けて鎧が、砕ける鎧なもんが、はい、行こう、ゴー、ダブル、チャー、行け、倒し切れるか、チャー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 、ありがとう、大蔵、大蔵、ありがとうございました、いやすごい、すげー、決まった決まった、ミュー倒してますか、いや嬉しい、さすがは新作なんですよ、皆さんのおかげです、本当にありがとうございますということで、対戦の方ね、無事勝利ということでありがとうございました、ありがとうございました、完璧な対戦でした、読みも冴え渡った、で皆さん、このパーティー僕だけがなんか使ってるってのは、うん、筋が通らない、確かにちょっとずるくないかな、そう、みんなに使ってもらえるようにレンタルパーティー公開しました、いいんですか、当たり前じゃないですか、6匹分全部揃った状態でこのコードを、右上の画面のコードをね、 ID を登録していただければ皆さんも使うことができるので、ぜひ、でも要注意なのが、うん、カジュアルバトルしか使えないんだよね、そう、絆変化の月光画はカジュアルバトルでしか使うことができないんで、ぜひそっちの方で楽しんでください、絆変化の特性やっぱ多分使ったことない人多いと思うから、確かにこれを使ってもらえるのは ねワクワクしますよね、次の交換会がいつになるかちょっとまだ未定ですけども、近いうちに新でやりましょう、やりたいね、やりましょう、うん、まだ見てないよって人はぜひアーカイブ残ってるんで、交換会の様子とかもちょっと見てもらえると楽しいかなと思います、この動画が面白いと思った人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします、よろしく、それじゃあみんなバイバイ、新作でございます、ありがとうございます。